ボリス・アレクサンドロビッチ・フィチンゴフ・シェーリは19世紀に活躍したロシアの作曲家である。ロシア帝国領ラトビアのドイツ系上流貴族の家に生まれた。当初は公兵将校として軍役についていたが音楽家としての道を歩むためモスクワ音楽院に入学した。音楽院では A ・ゲンゼルトにホルテピアノを作曲法をホフトに学んだ。 ピョートルチャイコフスキーはこの時の同期生の一人である。1880年代後半以降、ロシア提出劇場の支配人、イワン・フセボロシスキーの依頼により、オペラを数曲と提出バレエ団向けに、ハーレムのチューリップ、シンデレラの二つ、バレエ音楽を作曲した。後者は今日上演されるシンデレラとは全く別の音楽だが、 イタリア人バレリーナのピエリーナ・レニャーニが32回連続のフェッテオ世界で初めて披露した作品として知られる。1895年には皇帝ニコライ2世とアレクサンドラ・フヨドロブナの成婚に合わせて結婚行進曲を作曲し、こちらは現在でも時折演奏されている。1901年にサンクトペテルブルクで没した。フィチンゴフ・シェリはオペラ。 マゼッパの序曲で全音音階をふんだんに使用したことでも有名である。フランツ・リストはこの曲を評価して、一家のように記している。すべてのそば立てた耳を怯えさせる、リスト自身も彼の作品、ダンテ公共曲において、全音音階の効果を消熱地獄の描写のために活用している。ありがとうございます。